おっしゃ作戦開始だ。その作戦内容を共有してくれないかい？うむ、良いだろう。だがちょっと当ててほしいな。何をしようとしているかわかるかな？まあその車両を使うってのはわかる。搭載しているのはクレーンか。ということは圧延金属をそれで運ぶのかな？どこに？ここです。は？では作戦を説明する。はい、ぜひお願いします先生。まずお前ならわかってくれるはずだ。来た道戻るのめんどい。誰よりも理解できます。そこで私は考えた。クレーン使って対岸に渡せばいいんじゃね？前菜、ミシガン釣りのひらめき。まずはクレーン付きトラックを橋の左右に展開。幸いにも鉄骨は残っている。そこに圧延金属を置き対岸から受け取るという作戦だ。ちょっと頑張ったら届きそうだもんな。成功するかはわからんが、めっちゃ可能性高いと思うぞ。こっち側には大きなトラックを展開できない。要は対岸の最高級クレーン。アゾブ君の出番ってことだな。その通りってことでたどり着いたぞ。すでに先行している ANK にここまで圧延金属を持ってきてもらう。すげえ、なんか楽しみになってきた。そういえばこんなこと一回もやったことなかったな。必要性がなかったからな。牛配置につけたので ANK が運搬する。マットタイヤだから滑るな。まあさすがにねー。でも絶対アムールはマットタイヤだと思う。マジで戦えんからな。おっしゃ、すべての準備が完了した。ついに始まるんですね。こっち側からだとあんまり遠くに置けないかも。でもまあやってみるだけやってみよう。おっしゃ配置完了。こっからゆっくり橋の方に持っていくぜ。いやこれ成功したらすげえよ。もう少し前には行けるかな。一回目は安泰取ってみるわ。向こうでどれだけ届くかもわからんし、まずは鉄塔に置いて。あれ？おいおい、橋の上に来てないぞ。何してんだよ。ちょっとクレーン伸びすぎて動かんのかも。ちょっとトラック本体で動かしてみるわ。へえ、そんなことあるんか。アンカー伸ばしたままだけど、まあいいだろ。ハンドブレーキ外して進む。見たこともねえ挙動しやがった。え、何？だって何もわからんが。なんだその動き。普通だったらそのまま進みそうだが。ちょっと待って。アンカール。これなんかある。見えない何かがここにある。圧延金属の挙動がおかしい。ドドッとうなってんだこれ。ちょっとまっすぐ突き出してみる。どうなってんだ貴様。これはやってる。うっ、うねえ。まさかお前らこうすることを予測して対策されてますね。いやなんか変。まあ明らかに重力無視してるからな。こりゃ素直に運ぶしかねえな。ひらめきは良かったんだが。うぐだ、大丈夫。私は負けない。負けねえぞアムール。よーし頑張っていこう。ショックから立ち直ったら日が暮れてた。復帰速度速いと思うよ。さっき夕暮れだったし。ってことで素直に運搬中です。あーってことはこっちにもう2台持っていかにゃならんのか。圧延金属運搬車両と修理用交換部品運搬車両か。修理用交換部品は強い車両じゃなくてもいいな。まあスイカが持ってきてくれてもいいが。おー必要だったら呼んでくれ。おっしゃガレージには帰ってきた。この辺はさすが ANK だな。次はそいつ以外で行かねばならんが。おーだからシビリアンで行ってるぜ。ANK 好きだなお前。こいつなら牽引もできるしな。だがチェーンタイヤできたのは失敗だった。この貨物だと牽引しながら厳しい。その雪道が多いからな。とはいえ進めてはいるか。そこはシビリアンだからね。やべえ、ウィンチ接続箇所がねえ。終わってんじゃん。追加助けてー。しゃあねえな。ホイホイってことで来ましたよ。息はよいよいだな。完全に油断してたわ。岩場だとはいえ警戒しなければ。まあ牽引してるからってのもあるだろうけどね。はーい、せーの。おっと。いやーマジで助かったわ。この橋復旧は復興作業の要だ。さすがに一人だけにはさせないさ。ありがてえぜ。ここまで来たら大丈夫だ。そうだ、ちょうどいい。お前の ANK は倉庫に置いておいてもらっていいか？はい了解だ。それじゃ先に行っておくぜ。よし、ここまで来れた。この辺の氷はマジで割れないようだな。好き勝手走っても大丈夫なようになっているらしい。こういうデータマジで重要だよな。いろんな道を走るのがこのゲームクリア最短の道。いやー全くもってその通りだ。待て、お前なんでついてきてん。え、いやさっき倉庫にいてって言ったろ。あれそうだっけ。そうだよ。倉庫に貨物積載できるトラックが1台は必要なんだよ。すまん聞いてなかったわ。頼むぜほんと。あーびっくりした。じゃちょっとカスタムしてから出発することにしますかね。ほいっとリベンジだ。さて今回こそは監視塔を解放したいところ。前回は悲しい結末で終了しましたからね。ぽっきり心折れたわ。そこの監視塔はいくつあるんだ。3つかな。数は少ないけどマップ広いし道悪い。だが今回こそは踏ませてもらうぞ。頼りにしてるぜ。ふぬう。あやべ、ここ氷割れる場所で、ぜ。なんかすごいカットされてる。やってること変わんねえからな。だがあと少しで監視塔だ。めっちゃ近づいとる。ようやく、ここまで、来た。もうそのトラックで監視塔厳しいんじゃね。私もそんな風に思えてきた。一個踏むだけでごっそり持っていかれるわ。でもようやく一個目か。長かったな。さあ見せてもらおうか。周辺の地形を。綺麗だね。景色は綺麗なんだけどそれ以外が悪意なのよ。うん、まあ解放した場所はここね。一応中央は解放されたか。でも走り回ってたからそんなに恩恵がないな。一直線で来れないんだよここ。次のところ行こうとしたらこれだよ。さすがアムール容赦がねえ。もうね、私はやめたよ。何をやめたというのだね。プライドを捨てた。おっしゃったのあんた。まあこういうことなんですけど。そういうね。あのねごめん無理だった。いやスイカはよく頑張った。では心の叫びを口にします。
じゃボケー。ノイズ入るものは全て使うからな。強い弱いとか知らん知らん。楽できるところは楽させていただく。うん、それでいいと思うよ。ってことで期待してるぞタタリンちゃん。しかしこいつはマッドタイヤのみ。雪道はいいとしても凍結した路面は厳しいはずだ。そんなところほぼねえよ。うん、そうだったわ。監視塔の付近はほとんど雪だからな。少なくともここでの相性はいいはずだ。ってことでイージスレーダー南東に向けて前進中。このまま目標を踏破する。 BGM も相まってちょっとかっこいい。すげえゴリゴリ進んでくれる。こういうところはさすがタタリンだな。やっぱ DLC は使い分けが重要になるか。まあそれはあるだろうね。結構進んできたけど、まだ到着しねえ。今どの辺よ。ちょうど半分ってところかな。ゲートウェイ出てからそこまで進んでなさそうだ。本当だな。ぐタタリンちゃんでも一筋縄ではいかないのか。だが確実に良くなっている。近づいているんだもん、監視塔に。前回離れていってたからね。お、なんだここ。何かしらの施設にたどり着いたぞ。境界っぽいなこれ。邪魔した悪い。さっさと移動するぞ。追っかけ落ちじゃないか。もう大丈夫なのか。そんな顔には見えないけど。ちょっと痩せた。まあそうよな。美味しいもの食べてもろて。本当に撮影大変だもんな。ほんまシーズン4踏破者とは仲良くなれそうだわ。ウプ主が苦しんでる動画ってのは結構多いけどさ。うんうん。視聴者さんも苦しんでるのは珍しくね。マジでここだけなんじゃねえの？と言ってたら監視塔だ。ようやく到着したわ。さて、あと一個あるからそっちもやっておかねえとな。あ、すまん、一回戻ってきてくれるか？え、マジで？ちょっとこっちに人手が欲しい。まあキリもいいからいいだろう。じゃ監視塔踏んだら手伝いに行くわ。助かるぜ。痛くてこずらせやがって。さ、この辺はどんな感じかな？何もねえ。おう、そんなこともあるのか。範囲内にある契約が5つとか少なすぎだろ。行く意味ねえじゃねえか。まあ詳細な道が分かっただけいいだろ。クソ労力に見合わねえ。今そっち合流するわ。おう、待ってるぜ。おし、圧縁金属運ぶぞ。もう少し到着に時間かかるから先に進めておいてくれ。了解だ。さあ、ルートは前に走った道と同じ。圧縁金属から鉄骨張りを製作してもらい、それを倉庫への端に届けるのが仕事だ。内容は難しくない。だが製鉄所への道が完全に寸断されているからな。行けるところから行くしかない。これがマジでしんどいのよ。とはいえルートは前回と同じ。一度 ANK で踏破できることは検証済み。とはいえ邪魔だなこの木。誰かチェーンソー持ってないかしら。こいつは何度でも蘇る。一体どれほどのドライバーがここで苦しめられたのだろうか。あやっと抜け出せたわ。めっちゃゴリ押しだったな。意外となんとかなるもんだな。車高が高くて助かったぜ。ってことで無事に倉庫まで到着。やはり一度踏破したということもあって ANK でここに来ること自体は難しくないな。安定しているじゃないか。さあ持ってきてやったぞ。早くこの圧縁金属を鉄骨張りに変えるんだ製鉄所。これから何度もお世話になりそうだなここは。まずはこれか。圧縁金属を納品しまして鉄骨張りを製作してもらう。これで一個。先は長いな。よし、あとは ANK に積み込めば準備完。どうした？マリちゃん。あ、お前なんでそっちに置いた？いやー、決まったー。うっすらロリ何してんだてめえ。あ、うっぬ、いいよぬぬぬい。じゃごめん落ち着いて。嫌だ、やり直しは嫌だ。まあ時たまあるミスだけど、だったがこれではクレーンがないと。切磋できねえ、切磋できねえよ。やり直したくなかったら、クレーン付きのトラックこっちに持ってくるしかねえな。あの道をクレーン付きトラックで？うん、私はそう言ってる。嫌だー。トレーラー付きかな？なぜ私はこんな初歩的なミスを。早く戻れよガレージに。辛辣、クソはムールユーさんぞ。お前のポカだよ。